遺族側の代理人によりますと、昨日、同の代理人から電話があり、4年前の男子学生の自殺について、予見可能性はなかった、ハラスメントとの因果関係は認められないなどと伝えられたということです。賠償の交渉をする中でのやり取りだということです。同立英差高等看護学院では、教師によるパワハラが問題となり、 この男子学生については、第三者委員会がパワハラが自殺につながったと認定し、堂が謝罪しました。第三者委員会の認定と真逆の認識を堂側が示したことについて、遺族は、息通りと悲しさで混乱している、謝罪は何だったのかとコメントしています。訴訟も含めても検討していく考えです。道は。 当時の担当者や知事がどのような意図で謝罪したのかは確認をしないとわからない交渉中の案件のためコメントできないとしています。